皆さんどうもガタバツの大地です。ポポッお願いします。今回ですね、YouTube のコメントでリクエストいただきまして、はい、食品関係の撮影をしていきたいと。ほうほう。で、僕たちみたいな CM 風動画を撮るには何を買っていけばいいのか、そのランキング形式をリクエストいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そういう物撮り界隈、商品撮影界隈が盛り上がってくれればね、僕たちとしても嬉しいんで。そうですね、はい、こちらに答えていこうかなと。で、これに関してはね、こう簡単に言うにはちょっと難しいかなと思っております。はい。なんで今回、食品撮影、まあ、その商品撮影を全くやったことないっていう方向けの超初心者向けの、動画を作っていこうかなと思います。いいですね。僕らも悩みましたもんね。ランキング付けっていうのがだいぶ難しいんで、はい、でもそれを、ね、練りに練ったものを紹介していくので、では早速やっていきましょうか。はい、スタート。この放送はガタバウツの提供でお送りいたします。はい、ということでまず5位から紹介する前にですね、今回ですね、大前提にですけども、ライトとかそういう機材周りの話はちょっと一旦置いてます、はい、そこら辺話し始めるとちょっともうね、時間足りないんで。そうですね。今回はそういうプロップ周りの話をしていきます。はい、ということでね、第5位こちらに参ります。ドン、水拭きスプレー霧吹きスプレーかもしれない、はい、これこういう系ね。あ、いいね、いいね。これ愛用してます僕ら、はい、やっぱりね、食品撮影何を追求するかっていうと、やっぱりシズル系なんですよ。ほうほうほう。シズル系を追求するってことは食欲にね、訴えかけるって話で、はい、それにおいて、液体、水っていうのはもう必要不可欠なものになってくるんですね。間違いないです。なんで僕たちのレッドブルの動画にもこうやってね、結構切り吹きかけてます、はい、結構ね、そのどんだけ冷えててもしずるっていうのがなかったら、映像上ではあのぬるく見えてしまうんですよね、うんうん、水滴の大きさっていうのも結構あの考えなあかんところであるんですけども、うん、手っ取り早く、しずるを演出できるってなったら、やっぱりこういうスプレーが大事になってきます、うんうん、はい、一番最初の方に買って、未だに使ってるもんですね。間違いないですね、はい、なのでランクインしてます、はい、では次第4位、はい、4位はこちらです。ドーンと、固定具になります。はい、なるほど。これは、フレキシブルアームっていうやつと、はい、あ、もう僕ら何回も紹介してるひっつき虫ですね、うんうん、まあ、練り消しです、はい、前ボケ後ろボケ作るための、はい、まあ、増加置いたりとか、うんうん、ちょっと浮かせるとかっていうようになった時に、まあ、固定具って絶対大事になってくるんですよ。これは食品関係なく、商品撮影だったら、まあ、他も全部かな、こういうもんですね。まあ、つまんであげるもんであったりとか、そこに留めておくものに練り消し、はい、こういうもので、留めてあげると、うん、やっぱりこれがあったら楽、間違いないですね。で、これとかあったら、近くのホームセンター、僕らやったらあのコメリとか、そうですね、コーナンとか、コメリ、コーナン、コメリ分かるんかな分かるじゃないですか売ってたりしますし、はい、まあ、これも Amazon にあるんで、お買い求めしやすいかなと思います、はい、でこれは必要不可欠、はい、第4位でした。はい、ありがとうございます。では第3位、はい、第3位はこちらになります、はい、どんどんディフューザー周りとレフ板系とか、ほうほう、そういうものになります、はい、やっぱりね、映像をやっていくには光の質、光質っていうものを考えるようになってくるんですね。外の撮影とかだったら太陽の場所とか色とか、あとは風景のとかですね、背景、そうですね、そういうのを結構基準に考えるかなっていうのはあるんですね、はい、僕らはそうやったんですよ、はい、やけどもこう商品撮影をするにおいて自分らで全部考えてやらないといけないんで、講習っていうのもね、どうしても考えなければならなくなってくるんですよ、はい、なんで今僕らはここにトレペを用意してますけども、もう正直何でもいいです、はい、ソフトボックスだったりアンブレルだったり、トレペ、アートレ、トランスルーセント、はい、こういうものとかね、うん、そういうのがだいぶお買い求めしやすいかなと。確かに確かに。で、まあ、これで光の質を知るとか、うんうん、遊ぶっていうのが結構大事になってきます、うんうんうん、なんでこういうものを使って光っていうものどういうものなのかっていうのを学んでいけばなっていうのはあります、はい、なんでこれを第3位にランクインしてると、はい、ランクしてもらいます、はい、はい、でね、次に問いたいところなんですけども、はい、ちょっともう無理でした、はい、で同率1位とさせていただきます、はい、同率1位の商品はこちら、ダンバンこの2つ、テーブル と、はい、背景紙、背景布ですね、何でもいいです、うんうん、まあ、黒がいいかなと思ってます。確かに確かに。正直やっぱり台がないと始まらない、間違いないと、背景どうしようっていう、すぐに壁にねぶち当たりますと、はい、背景に困ったら、うんうん、もう黒で潰してしまえと、そう、最初はそこら辺からでいいんちゃうかなっていうのはあります、うんうんうん、背景紙とかやったら高いんですよね、1本で5、6000円とかなってくるんで、うん、これね、僕がだいぶ昔に買った
アマゾンで買ったと思うんやけど、うんうん、白い布とこれとグリーンの布、うん、これをかける用の三脚2つとバーみたいな、うんうん、そのセットでね1万ぐらいやったんちゃうかな多分。おー安いですね。正直もうスターターキットなんで最初はそれからでもいいんじゃないかなと思います、うん、はい。で僕らこれ自分で作ったんですよね、はい、ホームセンター行ってカットしてもらって、はい、で色塗って、うん、まあこういう淡めの茶色の色だったらだいぶ使いやすいかなと思います。そうですね。でも食品系は結構気はやっぱいいですね。そうそう、全てにおいて70点以上ある。これ間違いない。そう70点下回ることはないんで、うんうん、これをおすすめしてます、はい。まあ、今ね僕らこうやってあの足に乗せてますけども、うん、はい、もうそのまま何床に直置きとかしたりとかしても、うんうんうん、まあまあ最初はいいんじゃないのかなと、うんうん、とりあえずこの台を用意しておかないと、とりあえず黒い黒で潰そうぜって、はい、そうやった方が入りやすい、やりやすいです、うんうんうん、なのでこれが第1位でした。はい、ちょっとね番外編、はい、まあ、正直あのランキング5から1までつけたんですけども、はい、それよりもっと大事なものがあるんじゃないのかと思ってるところがあります。何でしょうか。モチベーションです。お結構ねやっぱりね商品撮影に限らず最初の壁っていうのが高いわけですよね。間違いです。で楽しみを覚える前にやめてしまうっていう方がもうほとんどなので、うんうん、そのモチベーション、はい、継続力ですね、うん、とあの楽しみを覚えやすいものを取ろうっていう提案ですね。なるほどなるほど。で何を取ろうっていう話なんですけども、はい、まあ、今回これを紹介した理由にもなるんですけども、はい、かっこいい匠のような映像を撮ろうっていうことを提案させていただきます。お、はい、簡単やから入りやすいっていうわけではないんですよ、はい、でも濃くなりやすいっていうのはあるかなと思います。うん、なるほど、近くね。そうそうそう、それっぽいなみたいなっていうのはあるかなと。でね、そういう匠のその高級感のあるみたいな、はい、そういう映像って基本的に引き算なんですよね。おお、なるほど。その無駄をそぎ落として、もうめちゃくちゃ美味しそうな一瞬だけを切り取るみたいな、うんうんうん、なってくるんで用意するものが少ないじゃないですか。確かにそうですね。でなってくるんで、そういうところから始めてみてはいかがかなと、はい、はいはい、いや、いいと思います。なんでこれだったらね、テーブルに背景の真っ黒で潰してあげて、うん、こういうものであのディフューズして、うん、ちょっと上品な光にしてあげたりとか、うん、ちょっと鍵が落ちてるんであったれば、レフ板でちょっと光を起こしてあげたりとか、うんうんうん、いい、あとはこれでシズルを演出してあげたりとか。確かに、はい、なんか確かに匠のセット揃った感じですね。そうでしょ、はい、これぐらいから揃えてあげたらそういう映像は撮りやすいんじゃないのかなと思います、うんうんうん、はい、番外編でした。ありがとうございます。はい、はい、よかったでしょうか。まあ、こんな感じですね。はい、いやでも今回本当にタイムになったんじゃないかなと思います ね、 ねやったら嬉しいですけどね。はい、できるだけあのリンク載せておきます。はい、もうこんなあのスプレーとかもう100均でいいです。間違いない、はい、今後もねこうやってこうリクエストに応える形式っていうのはいいと思ってるんですよね、うんうん、繰り返していくと知見が広がるといいますか、はい、ブッドリのね界隈が盛り上がっていってくれたら嬉しいんで、はいはい、随時リクエスト、コメントお待ちしておりますので、はい、お願いします。はい、どしどしお願いいたします。はい、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。はい、バイ。じゃあ